月をめぐる人間宇宙船アポロ8号、科学の粋を集めて人類の夢が達成されようとしています。日本でも宇宙に向けての基礎実験がスタートしました。航空自衛隊に新しくできた空間式実験室がそれ、地上の感覚を離れた時の人間の判断力を研究しています。3つの方向に回転する玉、平衡感覚を完全に混乱させ空間における人体への影響を調べています。今宇宙と並んで海洋開発が世界的な関心を集めています。ある建築会社が作った海中開発研究機、海中建造物の建設に直接役立つものです。特殊ガラスによる窓からは海の中の様子が一目瞭然。地球にただ一つ残された資源の宝庫、海への挑戦は急ピッチで進められています。これはその計画の一端、インターチェンジで結びながら日本列島を海中廊下で囲むという構想です。海の中で最も困難な問題は人体に影響の大きい水圧。ある大学の高圧試験室では、これから迎える海底住居時代のためのデータを集めています。魚と同じように水中で快適な生活を送っているネズミ、水から直接酸素を取り炭酸ガスを吐き出す特殊な繊維がこれを可能にしました。この技術を生かして拒否反応のない人工心臓も開発されようとしています。この人工心臓器が完成すれば、心臓手術に大きな光明をもたらすことになります。こちらは人工の腕、盛んになってきたロボット研究によるもので、実物そのもの。ロボットの開発は人間を単調な労働や危険な作業から解放するものとして長い研究が続いてきました。これはガオークというロボット。人間がより人間らしい仕事に専念できる社会に向かって、ロボットの開発は重要な意義を持っているのです。このロボットモンタ君も腎臓筋肉の成果、将来人間そっくりのロボットができるのも夢ではありません。僕はお猿のモンター。